大阪府豊中市にある坂本整体院です。今日は治らない常識さえ捨てれば体は治るってことについてお伝えしていきます。結局のところ治らないって言われているような膝や股関節の変形をですね、治したいと思えばどれだけ常識を捨てることができるかっていうことなんですよね。で、この動画を見ているっていうことは、その常識的な治療、いわゆる西洋医学とかですね、整形外科とかの常識的な治療を受けてもいまいち結果が出ていない、そういう人が見てるんだと思います。で、そういう人の方が見てる割合って多いんですね。で、もう常識的には治らないって言われている今の状態をじゃあ治そうと思った時に、それを常識的な方法で治すっていうのはやっぱり無理があるんですよ。なぜかっていうと、常識的な行動をすると当たり前の常識的な結果しか得られないからです。つまり膝や股関節が悪くなって、常識的な結果っていうのはそのままずっと痛みを我慢して薬で付き合っていくか手術するかっていうようなところですね。最終的にそれでも構わないっていうのであれば、別にそれは構わないと思うんですよ。僕はその人個人の選択なんで。でもそれは嫌だと、ずっと薬飲み続けて痛みこらえるのは嫌だとか、手術最終的にはしたくないって考えている人が、いわゆるそういう常識的なところ、整形外科とかに通い続けてもとか、常識的な方法でいくら治そうとしてもやっぱり治らないんですよ。実際に整形外科に通院している人って同じような結果になっている人ばっかりですよね。これって当たり前で、常識的な考え方で、その上で常識的な行動をするから常識的な結果にしかならないわけなんです。この中でもたまには違った結果になる人もいると思いますけど、それって人生で例えたら宝くじに当たったようなもんですよね。じゃああなたは宝くじに当たることを期待して、その治療っていうのを受け続けますかっていう話なんですよ。そんなの当たる保証ないですし、当たったとしても本当にごくわずかなんですよね。だからそうじゃなくて、結果を変えたい、常識的な結果を変えたいって思うんであれば、常識的な行動をやめなければいけないんですよ。常識的な行動をやめようと思ったら、まず考え方なんですね。常識的な考え方をやめないといけない。考え方が変わらないと絶対行動って変わらないんですよ。じゃああなたの考え方って何によって作られているのかっていうと、世の中の常識なんですね、ほとんどが。従っていくら行動を変えようとか結果を変えようと思ってみても、常識に縛られている限りは絶対に変わらないから、結果も変わっていかないんですよ。人生でも常識外の結果出す人っていると思います。でもこういう人たちってそもそも常識的な考え方や常識的な行動っていうのに縛られていないがゆえに、常識外の結果っていうことを出すことができてるんですね。才能とか運とかなんて、これがこの考え方があってのものなんです。体も一緒なんですよ。あの人はたまたま運がいいから治っただけですとかっていう人いるんですけど、そうじゃない。それ以外にあなたが見ていないところでいろいろやってたりするわけですよ。そういうのが積み重なって、最後に運も手助けして良くなっているっていうわけなんですね。で、さらに言うと、運だけで治った人ってその先続くと思いますか？運だけで人生うまくいった人って、その運がずっと続き続ければずっといい状態でいけると思いますけど、運なんてどっかで切れるわけじゃないですか。ってなった人って、やっぱりそこから転落していく人って多いですよね。これ体も一緒です。運でその時だけ一瞬痛み消えて良くなったと思って、じゃあそのままいけるわと思ったら、やっぱりどっかでまた状態落ちちゃう、調子悪くなっちゃう、元に戻っちゃうわけですよ。これってやっぱり行動が変わってないからですよね。で、行動が変わってないのは何かって言って、やっぱり考え方が変わってないからです。その根底の部分が何にも変わっていない、ただ運だけで一瞬良くなっただけだから、またすぐ同じ結果に引き戻されちゃうわけですよ。結局治らないという結果ですね。だから根本的に治すためにも、あなたは常識を捨てて考え方を変えなければいけないわけなんです。でもこれだけ言ってもやっぱり常識っていうのは優先したくなるんですよ。それが人間なんで当たり前の感情なんですけれども、なぜ常識をそこまで優先したくなるのかっていうと、これはもう一人に周りですよね。周りの影響のせいでそうなってますよね。何か新しいことをチャレンジしようとした時に、人ってやっぱり恐怖感って生まれるんですよ。で、周りも絶対にそれをやめろっていう人間がいっぱいいるわけなんですよね。いわゆる常識的な考え方の人たちですね。そんなん誰もやってないとか、周り見ろとか、リスク考えろとか、うまくいくはずないとか、こういうようなセリフ言っちゃうわけですよ。言う人がいるわけですよ、やっぱり。それが結構大量にいるわけなんですね。じゃあやっぱりそういうこと言われたら、あ、やっぱそうかなって思っちゃう。でもここで考えてほしいのは、あなたは一体今誰のために治療しているのかっていうことなんですよ。そういう周りの意見全部聞いて、周りの言うことをそのままやってたら、それ周りの人たちのために自分の体を治療していることになるんですよ。自分の体を自分の意思で治療していることにならない。
さっき言ったような人生っていうのも同じですよね。何か叶えたい夢があるってなった時に結構否定してくる人って多いんですよ。やっぱりこれもさっきと一緒ですね。うまくいくはずないとか、リスク考えろとか、そんなん誰もやってないぞとか、周り見ろとかですね、っていうようなことを言ってやっぱりこう否定してくる。で、ああそうかな、そういえば周り誰もやってないしとかってなってくると、やっぱやめとこうってなるわけですよ。でやめて無難な方に行こうとするってなると、やっぱり周りと同じ結果になっていく。なんで周りと同じようになるかっていうと、そういうような結果を得ている人の意見を全部取り入れて行動しているからですよ。つまり自分のためじゃなくて他人のために行動してるから、他人と同じ結果になっていくんですよ。だからこの世の中、同じような結果になる人っていうのが大勢いるんですよ。でもあなたは今、常識的な考え方では治らないって言われている状態を覆したいわけじゃないですか。だったら常識的な意見を言う人たちで、常識的な結果を得る人たちの考え方っていうのを取り入れちゃダメなんですよ。これをやっちゃうとさっきと同じです。みんなと同じようなことして、みんなと同じように常識的な行動をしていくと、結果人生ってみんなと似たようなことになっていくんですよ。体も一緒です。常識的なことを聞いて常識的な行動をしていくと、常識的な結果、つまりこの世の中大多数の人たちが陥る結果ですよ。手術になったりとか、痛み止め飲んでずっと様子見て終わりっていうような人生になっていくわけなんですよ。だからそれをやめるために、その結果を変えるために行動を変えなければいけない。でも行動を変えるためには考え方を変えなければいけない。でもあなたの考え方を作っているのはこの世の中の常識なんですよ。常識では無理って言われていることを変えたいと思っているのに、常識の考え方で常識的な行動をする人は必ず常識的な結果にしかなりません。なので今日のこの動画を見たあなたは、今日から直したい、結果を変えたいと思うのであれば、まず常識を捨てるってことからやってください。で、周りの意見は無視する。確かに周りはあなたのためを思って言ってるんでしょうけど、その意見取り入れてやったら結局同じような結果にしかならないんで、そういう考えは全部取り入れないようにする。常識を捨てるっていうことにね、フォーカスしてください。で、常識を捨てれば今までやっていた行動っていうのも変わっていきます。行動が変わっていくから結果っていうのが変わっていくんです。なのであなたが体を治したい、常識的な結果から変えたいと思うのであれば、まず常識を捨てるってことから始めてください。ではチャンネル登録もよろしくお願いします。